このゲーム最初朝ランもやって、1週間ぐらい朝ランやって地雷原抜けなあかんよ。みんな野良で入ってみ、マンモスチーム死ぬよ。俺昨日言ったよね、マンモスチーム入って俺以外全員即死してすみませんって言って。わ、入るんじゃなかったノラって俺はもう後悔しても久々に。あ、あいつや、あいつ。初めてアンデッドや、みんな初アンデッド、誰かと思ったわ。騎士人形出てないのも最悪やな。なんで騎士が、なんで騎士が普通に食らってその後人形出すの、最初から出してくれよ。あのやる当たる当たる仲間もまずもうこういうレベルなんだよね。で人形ないでしょ、うん、で既に劣化ペンのとこで倒れればいいのにわざわざここで倒れる。調合師の、はい、調合師鑑賞。人形あればな。人形あればな。進捗打とうよな。ほんまそれ。ダメだもんこいつ。こいつはもう、こいつはもうクソ。で、君の人形は？この技師の人形は？この技師の人形どこ行ったんやろうな。もう死ぬな。あ、てか早すぎてねえ、そんな即死させるようなハンターじゃないのに早すぎて。きついきついきつい。キャンプと何ら変わらんな、こう考えるとね。ニョニョルで、あの誰が来たか分かるし、さらに回復も遅いしな。で、人来たら戻るんでしょ。これキャンプと変わんねえな。なんでこういうクソハンター出したんやろな。ほんまに理解不能なんやけどな。あの辺いたお医者なんて言うときついね。直進できないもんな。でも技師はまあ即死ですよ。やってること変わらんよね。白黒やん。人形今出したんか。さっきダウンした瞬間に出してくれたりなの。もう救助した後にすぐ出してもらってな。調合師そこいんのかい。俺がチェスかと思ったじゃねえかよ。調合師追われてんの？追われてたー。なんかちょうどいいタイミングに香水腐るね、あいつ。いいタイミングで香水全く意味ないんだな、あいつ。ね、振って戻ってから、え、戻る必要あるの ?2 回攻撃されたってこと？これはきついね。あいつがまず間に合わないね。
我の犬。どこで立ちます？OK。誰が悪いかというと、このキャラの発案者。なんで釣らなくなったんやろね。不思議やわほんま。釣らなくていいってなんやねんな。だって香水も戻れへんし、人形すら出せんし、これな、俺ら、俺以外全員幸運児やで。俺と傭兵以外幸運児よ。アドバンテージがないよ、まず。なんでそんな仲間とやらなあかんのって話やん。ちょうど人形の分です。あの残りの半分の人形足りるんよ。別に最初の1台はね、しょうがない。俺多く求めてないんよ。救助した後に人形すぐ出してどっか行ってほしかった、それだけです。三通じゃねえかよ。三通じゃねえかよ。このキャラ考案した人すごーい。このギリギリの掛け合いってのがめちゃくちゃ楽しいよな。このハンターつらさないっていう、いやこの第五人格楽しいな。引き分けなったら絶妙のバランスやな。引き分けならんかったらうんち。やったこのゲームね。これほんまに楽しいもんやな。これ考えてまずワクワクしたもん。このね、即死と即死のせめぎ合い、このね文句の言い合い、わーおー、うわユニコーン1なの、すごっ。